昨日買ってきましたよ。ちょっと待ってね、今から開けるわ。開けるところからですよ、僕は。よっしゃー、開けるところからやるな、今日に至っては。おお、スーパーマリオメーカー、イエーイイエーイ、ビーンの時にあったな、これ。はい、おはようございます。キレット申しまーす。今回からやっていきます実況は、スーパーマリオメーカー2。こちらの、ね、ソフトは、あの Wii U の大人気ソフト、スーパーマリオメーカーがスイッチ版となって2になりました。いやー、僕あのマリオメーカーに関しては Wii U 持ってなかったんで、やっぱりだからやってないんですよね、ほんと未プレイで。だから2楽しみですね、と挨拶済ませました。では皆様よろしくお願いいたします。まあこんなんね、もうみんな腐るほど。あー、すごい、自分のコース。うわ、いっぱいある。こんなに作れるんだね。なるほどね。ストーリーモードちょっと気になるんで、こっち行きますか。おお、今作からストーリーがあるからね。すごい、今回はストーリー付きか。ってことは、作れない人でも、新しいマリオを倒すってこと、新しいマリオを倒すって言ってた。新しいマリオを試すことができるんですね。マリオ倒しちゃったわ。キノピコ親方。キノピコは親方だったの？受付キノピオ。さすがキノピコ親方のデザイン。これならピーチ姫は大感激です。てか、キノピコがいるって珍しいっすね、なんか。あ、リセットロケットが置きっぱなし。これってあれでしょう。リセットロケットっていうのは、確か Wii U で3、2、1って押してると、コースが消えちゃうんですよね。ん？犬！犬だ。かわいい。いや、早く片付けてあげて。リセットロケットは早く片付けてあげてよ。リセットロケット片付けた方がいいんじゃない？これそのまま押すでしょ。ほら。あああああ、そうすると、ウィー。いや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 、早く乗っけたってくれ。ああああ全部消えましたね。クリボー大好きおじさんのお願いです。まずこのお願いチャレンジクリアしてお礼のコインをいただきましょう。あ、そういう感じなんだね。お、坂道越えてゴールを目指せ。あ、今回は坂があるんだね。へえ。ってことはこれはもうすでにチュートリアルのコースがあるのかな。坂道越えてゴールを目指せ。待って、僕操作が分かんないんだよね。プロコンなんで。あ、これはもうあの制作者のステージなんですね。あの、すでにもう元から入ってるステージなんですね。で、ちょっと操作がちょっと分かってないんですよ。Wii U からもう、僕がマリオやってたのが、スーパーファミコンの時からで、スーパーファミコンのやつがやってたんですよ。だから、マリオ3までやってるんですよね。それ以降は全然知らないんですよね。ジャンプ。ジャンプ。B でダッシュ。B もジャンプ。わかんねえな。B もジャンプか？B もジャンプなの？もう。何これ？あー！ワールドにあったやつだ。マリオワールドにあったやつだ、これ。あの、スピンジャンプ。これでブロックとか壊せんねんね。あ、ここはみ、全部、L と R は全部スピンジャンプなんだね。で、B がジャンプか。難しい。X でダッシュか。了解、行きましょう。坂道越えてってことなんで、下で滑る。おお、おお、いや、こういう人いるのかな。今のマリオって X なんだね。わかんないわ。音符ブロック。ん？
何これ、音符ブロックの音じゃないんだけど。フォーフォースターだ、やったぜ、ほらいけいけ、走れ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 、なん、なに、なんて、おぉ、こういう感じか。コースを作る。ここはコースを作ることができるモードです。パーツを置くなら基本操作を知りたい方は、基本操作の説明を聞くことができるです。聞いてみよう。ちょっと初めてなんでお願いします。おぉ、これタイトル画面のやつですね。これタイトル画面にさっきあったやつだね。ああ。え、これこのまま遊んだらどうなるのよ。いきまーす。このまま遊んだらどうなるの？なんかえ？待って、それなりにもう元からなんかコースが入ってんすけど。すごい。元からこのデフォルトで、いろいろ入ってんだね。すごいなぁ。初心者に優しい。危ないよ。あはははは、あ、何度でもやり直せる。初め入ったコースになんで楽しんでんだろう。初め入ったコースでこんな楽しんでる自分。てかマリオ3じゃん。いいね。おぉ。こんなコースができるんだね。てかこれマップ見たことあんの？いいねえ。だからこのコースを改良するも、え、何あれ、動いてる、バーナーが動いてる、そんなんもできんの、そう、すごいすごいすごい、右下、右下すごいよ、なんか動いてる大砲がずっと、あんなんできんだ、僕がね友達に触らせてた時と全然違う。おぉ、でかっ、でっかい大砲やな。おぉ、おーい、すごーい。あ、クリア、いいねー。いや、作ってみたいっちゃ作ってみたいな。世界のコースでは世界中の職人が、そう、世界のコースは結構いろんな方がやってましたね。へえ、ちょっと世界を、僕ちょっと世界体験しようかな。なんか面白そうなん行くか。洞窟大冒険、よし、これだ、目指せ本気に近いコース、行きまーす。自動的に足跡が残ります。なるほどね、大丈夫ですよ。ちょっとじゃあよろしくお願いします。世界のコースやっていこう。洞窟大冒険、星野さん、よろしくお願いします。行くぜ！おー！ほんとだ！本家っぽい、本家っぽい。本家っぽいのも作れるし、スマブラみたいな、地味猛烈としたコースも作れるわけですね。へぇ。いいね。こういう雰囲気好きよ、僕。ちょ、待ってー！ちょ、待ってーって。いいね。こういう、あん！こっち向いて叩いたら、こうやってくる。よし！うまい！すごい、本気っぽい、坂道もあってね。どうすん、ほっ、え、なにこれ、ちょっとなにこれ、予想してないんですけど、こんなのにブロックあんの。あれ、チビでもしゃがめるじゃんこれ、すごい、チビでもしゃがめる。はい、なあ、あれか、ふーん、よし、足りたー、よかったー。うわ、なんかいるぞ、ハンマーボロスだ。お、上にツタが登る、隠しブロックだ、やった、なにこれ、銃、すげえ、銃だ、10コイン分なんすね。ってことはファイヤーフラワー、お、やった、急に、やったやったやった、あーあああパックフラワーが多いよ、ほい、ここでブーブーやん、はい、うおー、ちょっと待って待って、ゴレ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 、あー、メットが、うおー、ははは、あ
うわー、これ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 世界中のコースでも巡ってみようかな。というわけで、お疲れ様でした。